ペテロの第一の第手紙1章イエス・キリストの死とペテロからポント・ガラテヤ・カパドキア・アジアおよびビテニアに離散し起流している人たちすなわちイエス・キリストに従いかつその血の注ぎを受けるために父なる神の予知されたところによって選ばれ御霊の清めに預かっている人たちへ恵みと平安とがあなた方に豊かに加わるように本べきから私たちの主 イエススキリストの父なる神神はその豊かな憐れみによりイエス・キリストを死人の中から蘇らせそれにより私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせあなた方のために天に蓄えてある朽ちず汚れずしぼむことのない資産を受け継ぐ者としてくださったのであるあなた方は終わりの時に掲示されるべき救いに預かるために信仰により神の道からに守られているのである そのことを思って、今、しばらくの間は、様々な試練で悩まねばならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても、朽ちる他はない、金よりも、はるかにたっといことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。あなた方は、イエス・キリストを見たことはないが、彼を愛している。現在、見てはいないけれども、 信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれているそれは信仰の結果なる魂の救いを得ているからであるこの救いについてはあなた方に対する恵みのことを予言した預言者たちも尋ね求めかつつぶさに調べた彼らは自分たちのうちにいますキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光とをあらかじめ証しした時それはいつの時 どんな場合をを指したのかを調べたののか調べであるそしてそれらについて調べたのは自分たちのためではなくてあなた方のための奉仕であることを示されたそれらのことは天から使わされた精霊に感じて福音をあなた方に述べ伝えた人々によって今やあなた方に告げ知らされたのであるがこれはつかいたちも伺いみたいと願っていることであるそれだから心の腰に帯を締め身を慎み イエス・キリストの現れる時に与えられる恵みを、いささかも疑わずに待ち望んでいなさい。従順な子供として、無知であった時代の欲情に従わず、むしろ、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も、あらゆる行いにおいて、聖なるものとなりなさい。聖書に、私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものになるべきである、と書いてあるからである。あなた方は、 人をそれぞれの仕業に応じて公平に裁く方を父と呼んでいるからには地上に宿っている間を恐れの心を持って過ごすべきであるあなた方のよく知っている通りあなた方が先祖伝来の空阻な生活からあがない出されたのは銀や金のような朽ちるものによったのではなく傷もシミもない子羊のようなキリストの尊い血によったのであるキリストは天地が作られる前からあらかじめ 知られていたのであるがこの終わりの時に至ってあなた方のために現れたのであるあなた方はこのキリストによって彼を死人の中から蘇らせて栄光をお与えになった神を信じる者となったのであり従ってあなた方の信仰と望みとは神にかかっているのであるあなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くに至ったのであるから互いに心から 熱く愛し合いなさい。あなた方が新たに生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない、生ける御言葉によったのである。人は皆、草のごとく、その映画は皆、草の花に似ている。草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は、とこしえに残る。これがあなた方に述べ伝えられた御言葉である。ペテロの第一の手紙、第二章。 だからあらゆる悪意あらゆる偽り偽善曽根一切の悪口を捨てて今生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を死体求めなさいそれによって追い育ち救いに入るようになるためであるあなた方は主が恵み深い方であることを既に味わい知ったはずである主は人には捨てられたが神にとっては選ばれた尊い生ける石である この種の身元に来て、あなた方もそれぞれ生きる石となって、霊の家に築き上げられ、聖なる祭祀となって、イエス・キリストにより、神に喜ばれる霊の生き贄を捧げなさい。聖書にはこう書いてある。見よ、私はシオンに選ばれたたっとい石、隅の頭石を置く。それにより頼む者は、決して失望に終わることがない。この石は、より頼んでいるあなた方にはたっといものであるが、 不信仰な人々には家づくりなの捨てた石で隅の頭石となったもの。また、つまずきの石、妨げの岩である。しかし彼らがつまずくのは見言葉に従わないからであって、彼らは実はそうなるように定められていたのである。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から、 驚くべき見光に招き入れてくださった方の見業をあなた方が語り伝えるためであるあなた方は以前は神の民ではなかったが今は神の民であり以前は哀れみを受けたことのないものであったが今は哀れみを受けたものとなっている愛する者たちをあなた方に進めるあなた方はこの世の旅人であり希留者であるから魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい 異法人の中にあって立派な行いをしなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしていてもあなた方の立派な技を見て帰って訪れの日に神を崇めるようになろう。あなた方はすべての人の立てた制度に主のゆえに従いなさい。主権者としての王であろうとあるいは悪を行う者を罰し善を行う者を称するために王から使わされた長官であろうとこれに従いなさい。 善を行うことによって、愚かな人々の無知な発言を封じるのは、神の未胸なのである。自由人にふさわしく行動しなさい。ただし、自由を悪を行う口実として用いず、神のしもにふさわしく行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。下もたるものよ、心からの恐れをもって、主人に仕えなさい。善良で寛容な主人だけにではなく、 気難しい主人にもそうしなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けても、神を仰いでその苦痛を耐え忍むなら、それは良いと見られることである。悪いことをして打ち叩かれ、それを忍んだとしても何の手柄になるのか。しかし、善を行って苦しみを受け、しかもそれを耐え忍んでいるとすれば、これこそ神に良いと見られることである。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストも、 あなた方のために苦しみを受け見足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのであるキリストは罪を犯さずその口には偽りがなかった罵られても罵り返さず苦しめられても脅かすことをせず正しい裁きをする方に一切を委ねておられたさらに私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に追われたその傷によってあなた方は 癒されたのであるあなた方は羊のようにさまよっていたが今は魂の牧者であり監督である方のもとに立ち返ったのであるペテロの第一の手紙第三章同じように妻たる者よ夫に使いなさいそうすればたとえ御言葉に従わない夫であってもあなた方のうやうやしく清い行いを見てその妻の無言の行いによって 救いに入れられるようになるであろう。あなた方は、髪を編み、金の飾りをつけ、服装を整えるような外面の飾りではなく、隠れた内なる人、柔和で、ひやかな霊という、朽ちることのない飾りを身につけるべきである。これこそ、神の見前に、極めてたっといものである。昔、神を仰ぎ望んでいた、聖なる女たちも、このように身を飾って、その夫に仕えたのである。例えば、 サラはアブラハムに仕えて彼を主と呼んだあなた方も何事にも怯え臆することなく善を行えばサラの娘たちとなるのである夫たる者よあなた方も同じように女は自分よりも弱い器であることを認めて知識に従って妻と共に住み命の恵みを共々に受け継ぐ者としてたっとみなさいそれはあなた方の祈りが妨げられないためである 最後に言う、あなた方は皆、心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を持ち、憐れみ深くあり、謙虚でありなさい。悪をもって悪に報いず、悪口をもって悪口に報いず、かえって祝福をもって報いなさい。あなた方が召されたのは、祝福を受け継ぐためなのである。命を愛し、幸いな日々を過ごそうと願う人は、舌を制して悪を言わず、 唇を閉じて、偽りを語らず、悪を避けて善を行い、平和を求めて、これを終え。主の目は偽人たちに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾く。しかし、主の御顔は、悪を行う者に対して向かう。そこで、もし、あなた方が善に熱心であれば、誰があなた方に危害を加えようか。しかし、万一、偽のために苦しむようなことがあっても、あなた方は幸いである。 彼らを恐れたり、心を乱したりしてはならない。ただ、心の中で、キリストを主とあがみなさい。また、あなた方のうちにある望みについて、説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をしていなさい。しかし、優しく、慎み深く、明らかな良心を持って、弁明しなさい。そうすれば、あなた方がキリストにあって営んでいる、良い生活をとしる人々も、そのように罵ったことを恥じるであろう。 善を行って苦しむことは、それが神の未無であれば、悪を行って苦しむよりも勝っている。キリストもあなた方を神に近づけようとして、自らは義なる方であるのに、不義なる人々のために、ひとたび罪のゆえに死なれた。ただし、肉においては殺されたが、霊においては生かされたのである。こうして彼は、極に囚われている霊どものところに下って行き、述べ伝えることをされた。 これらの例というのは昔、ノアの箱舟が作られていた間、神が寛容を持って待っておられたのに従わなかった者どものことである。その箱舟に乗り込み、水を経て救われたのは、わずかに8名だけであった。この水はバプテスマを象徴するものであって、今やあなた方をも救うのである。それはイエス・キリストの復活によるのであって、体の汚れを除くことではなく、明らかな良心を神に 願い求めることである。キリストは天に登って神の右に座し、天使たちと物々の権威、権力を従えておられるのである。ペテロの第一の手紙、第四章。このように、キリストは肉において苦しまれたのであるから、あなた方も同じ覚悟で心の武装をしなさい。肉において苦しんだ人は、それによって罪から逃れたのである。それは肉における残りの生涯を、 もはや人間の欲情によらず、神の身胸によって過ごすためである。過ぎ去った時代には、あなた方は、異邦人の好みに任せて、公職、欲情、酒に酔うこと、円楽、暴飲、気ままな偶像礼拝などにふけってきたが、もうそれで十分であろう。今はあなた方が、そうしたどうすぎた難行に加わらないので、彼らは驚き怪しみ、かつ罵っている。 彼らはやがて生きる者と死ねる者とを裁く方に申し開きをしなくてはならない。死人にさえ福音が述べ伝えられたのは彼らは肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神に従って生きるようになるためである。万物の終わりが近づいている。だから心を確かにし身を謹んで努めて祈りなさい。何よりもまず互いの愛を熱く保ちなさい。愛は 多くの罪を覆うものである。不平を言わずに互いにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神の様々な恵みの良き管理人として、それをお互いのために役立てるべきである。語る者は神の御言葉を語る者にふさわしく語り、奉仕する者は神から賜る力によるものにふさわしく奉仕すべきである。それは全てのことにおいてイエス・キリストによって、 神が崇められるためである。栄光と力とが、よよ、限りなく彼にあるように。アーメン。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろ、キリストの苦しみに預かれば預かるほど、喜ぶがよい。それは、キリストの栄光が現れる際に、喜びにあふれるためである。 キリストの名のためにそしられるなら、あなた方は幸いである。その時には、栄光の霊、神の霊があなた方に宿るからである。あなた方のうち、誰も人殺し、盗人、悪を行う者、あるいは他人に干渉する者として、苦しみに会うことのないようにしなさい。しかし、クリスチャンとして苦しみを受けるのであれば、恥じることはない。かえって、この名によって神を崇めなさい。 裁きが神の家から始められる時が来た。それが私たちからまず始められるとしたら、神の福音に従わない人々の行く末はどんなであろうか。また、偽人でさえ過労じて救われるのだとしたら、不信なるものや罪人はどうなるであろうか。だから、神の身無に従って苦しみに起きる人々は善を行い、そして真実であられる創造者に自分の魂を委ねるがよい。 ペテロの第一の手紙、第五章。そこで、あなた方のうちの長老たちに進める。私も長老の一人で、キリストの苦難についての証人であり、また、やがて現れようとする栄光に預かるものである。あなた方に委ねられている神の羊の胸を牧しなさい。強いられてするのではなく、神に従って自ら進んでなし、恥ずべき利得のためではなく、本心からそれをしなさい。 また、委ねられた者たちの上に、権力を振るうことをしないで、むしろ、胸の模範となるべきである。そうすれば、大牧者が現れるときには、しぼむことのない栄光の冠を受けるであろう。同じように、若い人たちを、長老たちに従いなさい。また、皆互いに、謙遜を身につけなさい。神は、高ぶる者を知り解け、減り下る者に恵みを賜うからである。だから、 あなた方は神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思いわいを一切神に委ねるがよい。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この悪魔に向かい、信仰に固く立って抵抗しなさい。 あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々にあっているのである。あなた方をキリストにある永遠の栄光に招き入れてくださった溢れる恵みの神は、しばらくの苦しみの後、あなた方を癒し、強め、力づけ、不動のものとしてくださるであろう。どうか力がよいよ限りなく神にあるように。アーメン。私は、 忠実な兄弟として信頼しているシルワナの手によって、この短い手紙をあなた方に送り、進めをし、また、これが神の誠の恵みであることを証しした。この恵みのうちに固く立っていなさい。あなた方と共に選ばれて、バビロンにある教会、並びに私の子、マルコからあなた方によろしく。愛の接吻を持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方一同に平安があるように。